鳥居三宮神社は、群馬県北群馬郡吉岡町大久保にある神社。式内社で、上野国産宮。祭神は次の見柱。神体は一目町の十一面観音像である。神道州には、伊香保神里宮の本事物は十一面と見え、その記載と一致する。伊香保神社伊香保温泉街の一角。三宮神社はその里宮とされる。創建は、 天平商法2年の感情と伝えるが、つまびらかでない。中世の新東集では、イカホ大名神について、女隊派里へ、下世久手三の宮渋川の方に立世をあ本寺派十一面なりと見えることから、当社はイカホ神社の里宮にあたると考えられている。イカホとは噴火の激しい春名山をイカツボンと称したことによるとされるが、三宮の鎮座地は、 噴火に伴う堆積層のため工作には噴霧器で、6世紀中央頃の最後の噴火後数百年を経てはき出した温泉で発展した地になる。そのため、温泉流出以前は、里ぐるの三宮神社が最初中心地であったと見られ、その様子は、現在も社名に、三宮、すなわち上野国産宮を掲げることから無視さされる。上野国では、以上の類例として、 二宮赤城神社と三代沢赤城神社の関係がある。当社の鎮座地は和名省に見える上野国軍魔軍有馬里に否定されることから、宝塞氏族は古代氏族の有馬氏であったとされる。新先生四六教皇別、垂水金枝では、豊吉入彦の命子孫として、有信公の人物名が見え、上月野氏のの一族と推測されている。当地周辺では、 一族のものと推測される多くの古墳も見られる。なお、三宮の社名は、祭神神柱であるためとも、彦コでホデが、二ニの命の、第三王子であるためともする遺伝があるが、詳細は明らかでない。国史では、伊賀保社は、上和二年に迷神に列したと見えるほか、伊賀保神の神海が、上和六年,年に、十五位した、上岸九年に、正五位した、上岸十一年に、 生後以上、上元18年に14位した、元領4年24以上に少女された胸の記載が見える。その深海は、上野国において、抜き前神に順じ、赤木神と同格になる。延長5年成立の演劇式神明帳では、上野国群馬群に、伊香保神社名神台として、関全神社、赤木神社とともに、名神大社として記載されている。 正言三年頃の上野国交大実録長では、小一位、伊賀安明神社の郊に玉戸の一堺、平田一堺、鳥居二期、向谷一堺、水垣一巡る、荒垣一巡る、武人梅獣屋一堺、栗屋屋一堺と記載がある。しかしこの社殿規模は完全社、赤木社に劣り、他の式内商社、式会社と同格になる。 そのためこの頃までには推理したものと考えられ、イカホの地に移ったのも、この頃と推測される。上野国神明町では、いずれも陳述術者のうちで、創者本では三番目に、小一位イカホ大名人、一宮本では二番目に、小一位イカホ大名人、群書類十本では三番目に、小一位イカホ大名人と記されている。同町では、関連神明として、若。 伊賀穂神、伊賀穂若美子明神、伊賀穂木戸明神の記載も見える。南北朝時代成立の新東州では、上野国旧箇所大民神寺や、上野国第三宮伊賀穂大民神寺に記述が見える。これらによると、伊賀穂神は、抜き前神、赤木神に次ぐ上野国三宮であるほか、湯の前にある南体と、渋川保三宮の里宮にある女体とからなるという。 近世以降の三宮神社は衰微し、詳細は明らかでない。対して三宮は、伊香保温泉と共に発展し、近世まで湯の前大明神と称していたが、明治6年に伊香保神社と改称している。現在では、里宮、三宮の間に、祭祀関係はない。上野国主要三人の深海本殿は、江戸時代の海江岩人の改築。 宗家焼き作りで屋根は銅板武器である。その他の社殿も明治以降の造改築になる。ありがとうございます。